Hey guys, what's up? 皆さん、これ、トキです。本日はですね、リバーフライヤーさんから、旅のグッズということで、セキュリポというね、商品をプレゼントしていただきましたので、そちらのね、旅グッズで紹介していきたいと思います。ではね、まずは、この前にこちらをご覧ください。どうぞ。アメリカです。はい、ということでオープニング動画、ご視聴いただきありがとうございます。ということで、リバーフライヤーさんからいただいたセキュリポ、についてちょっとご紹介していきたいと思います。リバーフライヤーさん、どういった会社様かと言いますと、世界へ旅立つグローバルの、日本人を応援し、より安全で、スタイリッシュな移動をサポートするを、コンセプトした、東京初のハイブランドとなっております。で、今回ご紹介するセキュリポなんですけれども、Amazon や、楽天でカテゴリーベストセラーを獲得をしたということで、大変人気の商品となっているようですね。本当にこのね、セキュリポなんですけれども、海外旅行での、貴重品管理の悩みあるあるを300人にアンケート調査を行って開発した商品となっております。こちらですね、今回こちら、Amazon で。で、今までセキュリポあったんですけども、今回は、大きめのサイズのセキュリポ欲しいという言葉であったり、長財布の、大きいスマホ、最近ね、スマホも大きいサイズが、出てきていると思うんですけども、そういったね、大きいスマホでも入るサイズがね、割と嬉しいといったね、お声をいただいて、セキュリポのラージサイズ、ね、長財布収納可能なサイズを、作成した、開発したというところでございます。現在ね、セキュリポは、Amazon が、ヤフーの、3大モールにて、専門のカテゴリー1を獲得したということで、旅好きの方にはもってこいの商品だと思います。これからね、ちょっとセキュリポを開いていきたいと思うんですけども、セキュリポ以外にもね、結構いろんな商品ございまして、ソーラーモバイルバッテリーとかね、旅先で充電器になるとかね、震災の時とか、あとはキャンプ行った時にね、充電がない時とかに使えると思うんですけども、そういったね、グッズとかもあるので、こちらの、リバーフライヤーさんね、のインスタグラムのアカウントをこちらの概要欄の下の方に、貼っておきますので、ぜひこちらから入っていただければと思います。こちらのリバーフライヤーさんからいただいた、ご用意していただいた、セキュリポ、開けてみたいと思います。それでは皆さん、早速、こちら、リバーフライヤーさんからいただいたセキュリポ、開封していきたいと思います。こちらね、Amazon で届きまして、今回は、インスタグラムから、DM いただきまして、お話しいただいたんですけれども、大体ね、1週間ぐらいで、自宅の方に届けてくれます。また、自分のね、住所を教えたくないよーっていう人でもいて、PayPal で、セキュリポの金額を送ってくれて、Amazon で購入してくださいという形で、本当ね、丁寧な形で、いますので、こんな感じで、まずは、はい、セキュリポ。こちらですね、セキュリポ。今回は L サイズ、ね、L サイズの今までのセキュリポじゃなくて、一つ長財布も入る、そしてでかい、ね、スマートフォンのアイテムも入る、L サイズのセキュリポとなっております。すごい。これ、リバーフライヤーさんのね、このマークが入っていますけども、この袋も、なんか、ジップ式でね、結構、こんな感じになってます。はい、こんな形で、大きさはね、結構、ちょっと僕の T シャツが黒なんで、同じような感じなんですけども、僕ね、このシャツ、黒だと分かりにくいかと思いますので、ちょっと一回着替えたいと思います。ね、着替えてこちら、白のシャツに変えたんですけれども、はい、こちらね、リバーフライヤーさん。やっぱり黒の T シャツだと分かりづらいに白 T の方がいいですね。で、こちらのね、リバーフライヤーさん、ここに、しっかりとマークついておりまして、ここにね、ジップがついているので、ここに長財布であったり、iPhone とかね、入れて、入れることが、できます。ここを見開きにすることができるんですね。でね、ここの中にも、実際チャックがあって、で、ここに物を入れることができるんで、ここにちょっと小さい、見えますかね。小さい、何かね、入れる。カードはこんなに。とか入れられますので、ここにも入れます。実際、こうやってね、持っているときに、
ここはね、結構 iPhone とかすぐ出せるようにして、ここの、中の方には、でまあ、財布とかね、絶対に盗まれてもいけないもの、パスポートとかも入れていければいいなと思います。でね、ここにもしっかりとジャックが、金具があるので、で、ここでしっかりとね、防犯対策として、どっかにズボンとかですね、つけることもできます。まあ、裏なんですけれども、まあね、長さ調節できますし、まあ、ここでね、まあ、結構腰につけるっていうので、まあ、いろんなね、付け方ありますよね。結構、これを、まあ、実際ね、ここの、あ、これゴム製になってるので、結構伸びやすいですね。自分の体の大きさに密着させることできるので、結構これはすごい便利ですね。で、こうやって付けることもできますし、このね、腰の部分に実際こういう風に iPhone を入れて、すぐね、取り出せるっていうことができますし、また、こちらの長財布ですね。まあ、ちょっと僕のこの財布ちょっと厚いって、ちょっとでかい、結構でかめなんですけれども、まあ、このね、お財布も、まあ、実際に旅に行くときにね、まあ、こんな日本で使うでかい財布は、結構、旅をされてる方も持っていかないと思うんですけれども、まあね、国内旅行のときとかに使えると思うので、まあ、こういったように入れることもできます。しっかり長財布に入れます。そして、プラスね、こちら。皆さん旅の中心のパスポートもしっかりとね、ここの中に収納することにして、でしっかりねチャックをして、そしてね上からボタンでこっちに当てると3箇所ねボタンがあるので、結構本当にセキュリティ的にも簡単に備えられて強いなと思います。でこんな感じで腰につけたり肩にかけたりっていう形でね、すぐに iPhone も必要だなって思ったら、すぐにこうやってね、取り出せるようになっておりますね。リバプレーサーのポイントとしては、まあ、このセキュリポを、まあ、腰のね、腰の部分にこのように付けますね。そして結構海外旅行とか行ったら、ね、日本人って、荷物とかね、金持ってるから盗まれやすいんですよ。まあ皆さんもご存知かと思いますけど。ですので、ここの腰の部分につけて、上からね、洋服で隠せると、まあ、このように、実際にここにセキュリティが隠れているんですけれども、まあ、このように隠しておく洋服の上からこう隠しますと、まあね、ちょっとね、一瞬見た目はいびつかもしれませんけれども、でもね、皆さんもね、荷物取られた経験あるかと思います。旅行先でね、携帯取られたとかね、財布取られたとかね、荷物全部取られたとかね、結構あると思うんですけども、それに比べたらね、ここのね、セキュリティ、本当に体にめきっとつきますので、それに見た目もね、若干出てますけど、そんなに気にしませんし、まあ、実際ね、僕今ここの中に、でかい長財布入れてるから、今横向いた時みたいに大きくなるんですけども、このね、この財布、実際この財布、海外旅行の時には持ってかないと。ですので、こう、財布を取ってみますと、まあ、横から見たら、本当に、さっき言ったように、いびつな感じではないので、実際にやっぱり安全の、まあ、セキュリティなんで、セキュリティにね、変動がありますので、ぜひこちら、この腰の部分について、上から洋服をかぶせて、そしてまた iPhone 使いたいっていう時は、ここからね、サッと、こうやって取って、iPhone 使ったり、財布を買ったり、していただければと思うので、まあ、こういった服の上からかぶせるというところがポイントになりますので、でこちらも、忘れずに検証してみてはいかがでしょうか。概要欄の方にリバプライヤーさんのインスタグラムのアカウントを載せておきますので、アマゾンであったりバーッと楽天であったりね、あとヤフーでもね売ってるみたいですので、ぜひねそちらで購入していただければと思います。この仕方はアマゾンや楽天でセキュリポラージと検索していただきますと、まあ、すぐに出てくるということで、まあ、こちらで購入していただきたいと思います。テレビの話が多いと思うんですけれども、参考価格は2898円なんですけれども、まあ、現在ね、1010円オフ、35% オフで1888円で、貯金やっておりますので、ぜひ、こちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。他にもね、様々な、リバプライヤーさんの商品もございますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。ということで、本日はね、こちらリバプライヤーさんの、セキュリティ、ラージサイズでご紹介できました。ということで、これからもね、こういった何か旅のグッズとか、ご
ましたら、ぜひともぜひ皆さんにご共有していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ぜひ、チャンネル登録、そしてね、高評価ボタン、そしてね、コメントいただけると嬉しいです。で、こちらのね、3点セット、チャンネル登録、そして、高評価ボタン、そしてね、コメントのこちらの3点セット、ぜひよろしくお願いします。ではまた、See you next time! バイバーイ!